室生寺は奈良県宇田市にある新言宗室政治派大本山の寺院。三号は宇間森一山。西国薬師四十九霊場第八番札所。女人高野の別称がある。奈良盆地の東方、三重県境に近い室生の地にある山岳寺院である。宇田川の支流室生川の北岸にある室生山の山麓から中原に道東が散在する。 平安時代前期の建築物や仏像を伝え、境内は、尺投げの名所としても知られる。平安時代を通じて、幸福寺別院としての性格が強く、属性を離れた三輪修行の場、また、諸州の学問道場としての性格も持っていた。中世以降の室宇寺は、密教職を強めるものの、なお幸福寺の末寺であった。幸福寺の参加を離れ、新聞修寺院となるのは、 江戸時代のことである。新言州の拠点である高野さんがかつては、女人金世であったことから、女性の産経が許されていた室生寺には、女人高野の別名があるが、この別名は、江戸時代以降のものである。なお、三号のう冠一は、質のう冠と、生の最後の一角だという。流血室生の地は、火山性地形のため、祈願や洞穴が多い。洞穴は、 竜穴、すなわち、竜人の住みかとして、信仰を集め、当地は、キウや富ウの霊地とみなされた。資料によれば、この寺は、奈良時代末期の宝紀年間、幸福寺の僧、剣によって開かれた。僧建については、縁のオズヌの創創、空海の最高とする伝えもあるが、これらは、後世の二託である。室宇寺の僧建に関わる根本資料として、 うかんむりひとやま社んぶという文書がある。この文書は上平7年の作成であるが、現存するものは南北朝時代の写本で神奈川県立金沢文庫が所蔵する。本文書は年文土社を賜ることを創造するためのものであるが、その全文に無ろでいらの歴史について記している。それによると、法記年間時の皇太子が病を得た際、上行僧5名を、 室尾山に派遣して、援助法をおさむさせたところ貢献があった。その後、県は山部親王の命で室尾山に寺を建立したという。前日の上行僧5名には県も含まれていたと推定される。なお、法記念館に県はすでに60歳代で、彼の在世中にどこまで時間が整っていたかはわからず、室尾寺の実質的な創建者は、 時代のおさむ園であろうと言われている。おさむ園は、幸福寺別当を務めるとともに、日本天台宗の宗祖である最長とも交流があった。おさむ園の在世中には、空海の皇帝である、またいがロウに入山。浄は10年頃には、まどかおさむと、県へが入山している。まどかおさむは、おさむ園と混同されたこともあったが、別人の天台宗の学僧で、 初代天台雑の吉真の弟子である。剣衛は空海の弟子とされ、かつては新言像と考えられていたが、温城寺に伝わる大東国日本国付宝家秩脈月によれば、やはり吉真の弟子とされている。室生寺は中世を通じ幸福寺末であったが、江戸時代の元禄七年に古寺院、高光の廃領をするところとなり、五国寺末の新言寺院となった。翌年、 徳川綱吉聖母の継承院は、室腕寺に二千両を寄進し、これをもとに、同等の修理が行われた。元六十一年、室腕寺は、新言宗と与山派の一本寺となって、五国寺から独立し、現代に至る。1964年には、新言宗と与山派から独立し、新言創出政治派の大本山となった。 室尾山の山麓から中原にかけてが境内となっている典型的な山岳寺院である。室尾川に架か,かる朱塗りの太鼓橋を渡ると、正面が本坊で、右方にしばらく行くと、二王門がある。二王門を過ぎ最初の急な石段を上がると、正面に近道、左に、弥六道がある。さらに石段を登ると二意林観音を本尊とする本道があり。 その左後方の石段上に五十頭がある。五十頭脇からさらに四百段近い石段を登ると、空海を祀る奥の院、三影堂に達する。五十頭の先の橋を渡った先の左側の岩尾根上がりには、修行用行場の登山道も認められるが、一般参拝者は立ち入り禁止となっている。近道近道左から十一面観音、文菩薩、釈迦如来、薬師如来。 地蔵菩薩の像、角像手前に立つのは十二神将像屋根は、寄せ棟作り、武器。桁雪五軒、張馬五軒で、桁雪五軒、張馬島の聖堂の手前に、張馬一軒の雷道を孫び差しとして付した形になる。孫び差し部分は、片流れ屋根となり、両端を、津軽墓として収めている。道は、段差のある地盤に立っており、 建物前方の雷道部分は斜面に張り出して床下の長い束で支えている。このような建て方を掛け作りといい山岳寺院によく見られる。聖堂部分は平安時代前期の混流であるが鎌倉時代末期に大修理を受け多くの部材が取り替えられている。雷道部分は漢文12年に付け加えられたもの。道内に安置されていた仏像のうち、 一部は2020年開設の宝物殿に移されている。かつては、趣味壇上に向かって左から十一面観音立像、文殊菩薩立像、本尊釈迦如来立像、薬師如来立像、地蔵菩薩立像を横一列に安置し、これらの像の手前には十二神小立像が立っていた。このうち、十一面観音立像及び、 地蔵菩薩立像並びに十二神小立像のうち六体は宝物殿に移されている。趣味壇上には前日のように五体の仏像を横一列に安置していたが、趣味壇部分の柱間が三軒であることから、当初の安置仏像は三体であったと推定される。造立年代は、釈迦如来像と十一面間音像が九世紀、他の三体が十世紀頃とみられる。中尊像は現在は、 釈迦如来と呼ばれているが、後輩に七仏薬師像を表すことなどから、本来は薬師如来像として造流されたものである。五体の仏像はいずれもいた後輩を追うが、地蔵菩薩像の後輩は、像本体に比べて普通り合いに大きく、本来この地蔵像に付属していたものではない。宇だし室尾三本松の中村区所有の地蔵菩立像は、室尾寺の釈迦如来立像と作風が近い。 また、室腕寺地蔵菩薩像の板後輩は、中村区地蔵菩薩像の造工に合致するものである。以上のことから、中村区地蔵菩薩像は本来室腕寺近藤に安置されていたものであり、室腕寺地蔵菩薩像の板後輩は、本来中村区像に付属していたものであると見るのが定説となっている。伝帝釈天曼荼羅近藤の来号兵器の中央部に、 描かれている壁画で、板絵着色伝偵百点万だらずの名称で、国宝に指定されている。雷号壁の真正面に、近藤本尊の釈迦如雷像が立っているため、一般配管者からは、壁画はごく一部しか見えない。壁画は、縦長のヒノキ材の板を横方向に5枚つなげた上に描かれ、白土下地に彩色とする。現状の寸法は、 縦 351.0x192.5cm である。画面の中央やや、下寄りに主尊の三尊像が描かれ、その周囲は横に8列、縦に15段に書物が整然と並ぶ。画面の下方は、絵の具の剥落が著しく、図柄が半然としないが、縦の段は、元は16段あったと見られる。三尊像の中尊は、 街頭衣,衣という豆腐の衣をつけ、冬座という毛織物の台座の上に座る。左手には特古書を持ち、右手には絵の具の剥落のために半然としないが、何か三日月型のものを持つ。この壁画の主題は、諸説あり不明であるが、1912年、美術雑誌、国家に大尺天曼ラとして紹介されて、以来、伝帝尺天曼ラと称されている。 大尺天満ならという題名は、主尊の右手の持ち物を欲すとみなしたことによるものだが、前述のように、この持ち物が何であるかは、現状の画面では判然としない。近藤の雷合壁は三軒だが、壁画があるのは、中央間のみで、左右の間には何も描かれていない。左右の間を空白にしておくのは、不自然であることに加え、中央間の壁画も取り付け方が雑であることから、 この壁画は外部から移入されたものとする説もある。様式的に見ると、本作は当時三陰堂不動明王像に付属する天外の絵画よりは遅れるが、天略5年の第5次五十頭所蔵壁画よりは先行し、旧世紀後半頃に位置づけされる。当該時期の数少ない絵画作品の原尊例として貴重である。魅勒堂入りもや作り、武器。桁行き三軒。 はり三県。鎌倉時代前期の建築だが、江戸時代に大幅に改造されている。道内中央の図紙に、本尊威力菩薩立像を安置する。右側にはかつては、国宝の釈迦如来座像があったが、宝物殿に移されている。左の奥には、文化財には、未指定だが、新編大菩薩像が安置されていて、山岳信仰の影響が認められた。 現在は右側に移されている。元は、おさむまどかが、幸福寺に創設した伝法院であり、後に当時に移設したものと伝えられている。本堂入りも屋作り、ひわだぶき、桁行ゆき張間ん、は室宇寺の密教化が進んでいた鎌倉時代後期、遠京元年の混流、張間五剣のうち、手前二剣を外人、奥の三剣を内人とする。この道は、 感情道とも称され、感情という密教儀式を行うための道である。内陣中央の図紙には、女遺林、観音座像を安置し、その手前左右の壁には、了解ンダラを迎え合わせにかけ、感情道としての形式を保持している。正面は五軒とも和洋のしとみどとするが、両側面の前方二軒は、三カラトとする。三、カラトの使用や、頭抜きの木花などに、 大仏様の要素が見られる。五十頭延暦十九年頃の建立で、木部を主塗りとする。屋外にある木造五十頭としては、法流寺頭に次我が国で二番目に古く、国宝、重要文化財指定の木造五十頭で屋外にあるものとしては、日本最小である。高さは16メートル強、初重は一辺の長さ2.5メートルの小型の塔で、高さは、 幸福寺50棟の3分の1ほどである。通常の50頭は、初茂から一番上の50目へ向けて、屋根の出が低減されるが、この塔は、屋根の低減率が低く、1 0目と50目の屋根の大きさがあまり変わらない。その他、全体に、屋根の出が深く、厚みがあること、屋根勾配が緩いこと、小規模な塔の割に太い柱を使用していることなどが、特色である。 屋根の大きさが一重目と五重目とで変わらないのに対し、刀身は上へ行くに従って細くなり、五重目の一辺は一重目の6割になっている。しかし、と、ひじきなどの組物の大きさは同じなので、五重目では組物と組物の間隔が非常に狭くなっている。川柱の小道は一重目が28センチ、二重目以上が23センチである。 日本の他の仏塔では、最上部のクリンの上に、水煙という飾りがつくが、この塔では、水煙の代わりに宝廟と称する、壺状のものがあり、その上に八角形の宝蓋という傘状のものが、乗っている珍しい形式である。自伝では、創建に関わった、僧侶おさむ縁がこの宝廟に、室卯の竜神を封じ込めたとされる。新柱には、 江戸時代の名は5年の修理名を記した銅板が打ち付けられており、1900年から翌年にかけても半解体修理が行われた。このほか部材には鎌倉時代末期頃のものが含まれることから、その頃にも一度修理を受けていることがわかる。部材には当初材のほか鎌倉時代、江戸時代、明治時代のものが含まれ、拡充の側柱には、 明和と明治の修理で取り替えられたり、当初一から移動しているものが多い。屋根は混流当初は板吹きで、明和の修理で日和田吹きに変更したものとみられる。五重塔は、1998年9月22日、台風7号の強風で、そばの杉が倒れた際に屋根を直撃、西北側の各十部の屋根の木が折れて垂れ下がる、大被害を受けた。しかし、 新柱を含め、塔の根幹部は損傷せずに済み、復旧工事を1999年から2000年に駆け入った。修理に際しなら文化財研究所により、当所材を年輪年代測定法で調査したところ、延暦13年頃に伐採されたものであることが判明した。このことからも、塔の混流年代を延暦19年頃とする従来の定説が裏付けられた。 室宇寺に伝わる国宝、重要文化財をより良好な環境で後世に伝えるために、二王門手前にあった授与とトイレを改築して作られた。2017年に着工し2019年に完成したが、コンクリートの乾燥のために使用開始は2020年春とされたが、同年の新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受け、一般公開は、 同年9月5日に延期された、旧近道安置の11面間の立像及び地像、菩薩立像並びに12新勝立像のうちの6体、旧未六道安置の釈迦如来座像のほか、多くの文化財を収蔵展示する。2019年春には、近道の現状を最後に拝観できる機会として、道内の特別入場拝観が行われた。釈迦如来像転居。 2000年までに、指定の国宝、重要文化財の名称は、国宝、重要文化財大前別館による。重要文化財、両部大団具の名祭両部大団具文化財、指定履歴明治43年8月29日付で、近藤仏具5個の名称で重要文化財に指定。昭和38年7月1日付で、追加指定、名称変更が行われ、現在の名称、 人数となった。入山料は大人600円、小人400円、宝物殿は別途一律400円。ありがとうございます。